3月22日、松山市三崎町のお話カフェで、お話し屋えっちゃんのお話し会が開かれました。これは毎週火曜日、木曜日と第1、第3土曜日にお話し屋えっちゃんとして活動する竹地悦子さんが開いているものです。このお話カフェには木のおもちゃやおよそ500冊の絵本が並んでおり、子どもたちが自由に遊ぶことができます。この日はおよそ10組の親子が集まり、絵本を読んだりリズムに合わせて体操をしたりしました。私はずっとお話し屋としていろんなところでお話し会をしてたんですけども、皆さん、えっちゃんってどこにおるんって言われるようになって、ちょっと拠点をしようかなと思いまして、でとにかくお話で遊ぶというのと、みんなと子どもたち遊ぶというのが大好きですので、お話とか本とかおもちゃでみんなと遊べたらなと思ってこの場所を開きました。そうなん？そうよ今日はみんなでドシーンとか、みんなでいろんなことを言葉を出してもらおうと思って、それとドシーンもして、それからパンダの秘密を教えちゃいました。何パンダの秘密知らんよ。グリちゃん知らん。グリちゃんには教えない。教えて。違うの、実はねすごい秘密があるんです。あとカラスの子供ね、眠れないもやったよ。はい、いろんな手袋人形で人形劇もしたりしました。絵本って読み聞かせっていうよりは読み遊びをしてちょっと触れ合ってほしいね。本って全然もうそんな堅苦しいお話し会ではなく、敷居の低いお話し会を目指しているので、とにかくいろんな楽しいことを一個でもいいので見つけて帰っていってほしいなと思ってます。とにかくもう一番の褒め言葉はまだかいらんっていうのが一番の褒め言葉ですもう予約なしのとこですので、どなたでも遊びに来てほしいです。でお子さんでいうお子さんももちろん本と触れ合うのも楽しいですけど、お母さんが一番ここでは絵本好きになる、お母さんがいっぱいになる。ここに来たら皆さん絵本好きになられてるようなので、ぜひまた皆さんも来てみてください。来てね待ってまーす待ってまーす。上の子が小さい時にこの人がよく来てました。今はちょっと小学幼稚園にあるのでなかなか来れないんですけど、まあ、休みの日に一緒に3人で来てます。はい、楽しかったです。今日たくさんお友達もいて、ちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃんもいたので、子供も刺激になったと思うし、毎回楽しんで参加させてもらってます。このお話カフェは参加料500円で、大人だけの参加も可能だそうです。絵本選びに悩んでいる方や、子どもとゆっくり絵本を読みたい方など、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。